こんにちは、旅人。私のことはイエランでいいわ。もしかしたら君は私の助けを必要とするかもしれない。それに私もちょうど君の持つ情報に興味があるの。だからこれからは仲良くお互い助け合いながらやっていきましょう。はじめまして、エリー・マクダールです。あなたと同じクロスベル市の出身です。よろしくお願いしますね。駅前通りの外れ。一体何があるのかしら。悪くない芽が出たわ。今日も引き続きサボりましょう。調子が良くなってから仕事を一気に終わらせるわよ。でも捜査官の資格を持っている人がいて心強いです。ロイドさん、よろしくお願いしますね。特殊な身分を持つ君ならきっと真実へつながる手がかりをいくつも見つけてきてくれる。だから君にかけてみようと思ったの。今日はどんな情報を持ってきたのかしら。驚いた。そんな若くて警察に入れるものなのね。そう、なるほどね。ここ数年クロスベル氏が財団と協力して大規模な計画を進めているのは聞いていたけど、コーヒーやお酒よりも私はこういった後味が長続きする飲み物の方が好きね。甘味には警戒心を緩めず保つ必要があるわ。あの強烈な満足感、人の意志を弱め油断させる。たった数回食べただけで病みつきになる可能性だってあるの。長期的に甘味を食べている人は気づかないうちに体が鈍くなっているかもしれないわよ。競技用に特別にカスタムしてもらったものよ。旧式だけど狙いの正確さは期待してくれてもいいと思う。クォーツ、セプチウムのかけらから作られるオーブメント用の回路のことね。さっき課長にいくつか渡されたけど、おかげでよくわかったわ。ありがとう、ひよちゃん。